サミュエル・ティモシー・クーン・ロットは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。2014年の MLB ドラフト5巡目で、サンフランシスコ・ジャイアンツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ジャイアンツで、プロデビュー。15試合に登板して1勝0敗。 防御率3.90、25奪三振を記録した。2015年は A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレイし、23試合に登板して7勝5敗、防御率3.14、114奪三振を記録した。2016年は A 級サンロゼジャイアンツと A 級リッチモンド、フライングスクールレルズでプレイし、 二球団合計で24試合に先発登板して9勝6敗、防御率2.55,94奪三振を記録した。2017年は A 級リッチモンドでプレーし、24試合に登板して4勝11敗、防御率4.69,94奪三振を記録した。2018年はトミー・ジョン手術を受けた。シーズンでは、 ルーキー級アリゾナリーグジャイアンツと A 級三のゼでプレーし、2球団合計で10試合に登板して、防御率5.40、23奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年は開幕をトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで迎え、5月26日にメジャー初昇格を果たした。 同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは33試合に登板して5勝1敗、防御率3.58、20奪三振を記録した。2021年1月9日にカーソン・ラグスデールとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。最速99マイルパーアワーにも達する速球が武器である。ありがとうございます。